ご紹介ありがとうございます。理学部の生物科学専攻の塚谷です。今日は、あらかじめのタイトルで予告されてますように、植物から見た、幸福とか幸せとか、そういった話をしてみようと思います。普段理学部で話をしていますので、こういう幸せとかそういう話って普段しないんですけれども、こういうところにせっかく呼んでいただいたので、一種アジテーションみたいな感じで話をしたいと思います。でですね、まず植物から話をする、意味があるとすると何かということなんですけれども、一般論としてですね、幸せとかこういう人生的なものとか概念的なものっていうのはですね、一旦人という存在を離れて考えてみた方が客観的になるだろうと。私たち人なもんですから、人として考えるとどうしても主観的になります。ですので、そういったところを離れて考えてみたらいいんじゃないかというわけです。で、例えば別の例としてですね、人間らしい会話っていうのは何かということを考えたときに、最近、たまたま読んだんですけども、ブライアン・クリスチャンという人が、面白い本を書いていまして、人間らしさっていうのを考える上でコンピューターと人間との対比というのを考えるということを、一冊の本を通してやってるという例があります。で、これは何をやったのかというと、ブライアン・クリスチャンという人は何をしたのかというと、毎年開かれているコンピュータープログラムのコンテストがあります。で、このコンテストは、人間らしい会話をしてみせるソフトを開発するというコンテストです。で、そこに審査員が、参加して端末を通して会話をする。で、端末を通して会話をした相手が人間だと思うかどうかというのを、審査してもらうというコンテストです。で、現時点ですね、何人かの審査員を、毎年参加させて、コンピューターの作ったソフトの、会話だと思うか人間の会話だと思うかっていうのを判定させた結果として、今まである基準に達したプログラムまだ存在しません。で、ある基準に達したときに、賞金が昔からかけられていて、その賞金がそのソフトに与えられるということを、やってるんですけども、このコンテストの面白いのはですね、審査員とコンピューターが会話するだけじゃなくて、本物の人間も、加わって会話をします。で、審査員は相手が本物の人間なのかコンピューターなのかは知らされていないので、自分が会話した相手がソフトなのか本当の人間だったのかっていうのは自分で判断するしかありません。で、その結果として、何を競うかというと、人間側は自分がコンピューターだと誤認されたらたまらないわけですね。せっかく人間として会話しているのに、審査員から、ソフトだと思うと思われたら人間らしい会話をしなかったってことになるので、人間の側は失敗で、コンピューターの側はコンピューターだと見破られてしまったら失敗なので、人間らしい会話を何とかしてみせるっていうのがソフト側ということになります。で、この、審査の時に、本当は人間だったのに審査員に、こいつはコンピューターだ、ソフトが作った偽物の会話だっていうふうに思われてしまったらたまらないので、ブライアン・クリスチャンは、どんな会話をしたら人間らしい会話だというふうに見なされるかっていうのを一生懸命考えるってことをします。で、実際の実例が結構その方にも出てるんですけども、非常にですね、短い時間内なら本当に人間っぽい会話をしてみせるソフトがもできています。で、ある程度時間を喋っていくとボロが出て、こんな時にこんな返し方はしないぞとかいう会話をするので見破られてしまうことがあるんですけども、これ制限時間がかけられているのでかなり際どいです。で、この著者のクリスチャンは、ソフトと間違えられないためにどんな会話をすると人間らしいかというのを一生懸命いろんな角度から検証してみせます。で、これは、取り戻さず会話だけにとどまらない、人間らしさというのはどこにあるのかというところの、検証になるわけですけども、ここでやっていることは、彼がやっていることは、人間らしさというものの対象区、対象がないと、考えようがないので、ここでは対象区としてはコンピューターソフト、あるいはより一般的に機械というものを想定して、どういう時に人間らしいのかというのを、考えるということを行っています。で、その過程で、参考としてついでに挙げておきますけども、人間らしさっていうことを考える上で著者の方はですね、生きることの究極の目的が
人間にはないということに言及します。逆にコンピューターとか機械には目的がある。なぜかというと、あらかじめこういったものは目的に沿って作られているからですね。目的に沿って作られたものであるから、そこには目的があるんだけども、人間は目的に沿って作られた存在ではないので目的がない。だから目的があるかないかは人間と機械の大きな違いであるということを述べます。これはまあ一種の実存主義ですね。ですけども、まあ、こういうことを認めない立場の人たちも確かに、例えば最近アメリカで非常に流行しているインテリジェントデザインという、まあ科学を、まとっていますが、実際にはキリスト教ですけども、は、人を機械的なものとして見なすということを、彼らしてきています。で、彼らのインテリジェントデザインの、主張する人たちの考え方では、人間はデザインされたものだというふうに考えるわけです。まあ、インテリジェントデザインというだけのことあるので、すべての生命は知的生命体によってデザインされたものだって考えますから、人間もデザインされたものです。でその意味では、ペーパーカッターやインテリジェントデザインの、主張者がよく例えるような懐中時計と同じである。とすると、人間は、自分のデザイン、つまり目的というものを見つけるという考えにたどり着くというのがインテリジェントデザイン的な考え方です。ですので、これはまあこういった宗教的な考え方によれば人には目的があってということになるわけですけれども、まあ、そういったことを排除すれば人は目的がない、機械には目的があるということになります。ちなみに最近人間自分探しというのが流行りになってますけれども、これも一種のこれの変形というふうにも見なされますね。自分というものがどっかにあってそれを探して見つけなくちゃいけないということがもし本当だとすれば、究極的にはこれと同じで、自分をデザインした何者かがいて、そのデザインに沿って自分の目的を探すということになります。でもこれは、そうかな、本当にそんなものあるかなっていうのは もちろん言われていることですね。でここではまあ一応、理学部の人間としては宗教的な見方を排して、人間にはもともと目的がないという立場で、考えることにしましょう。ここまでよろしいですか。いいですか。で一方でですね、ブライアンは、アリストテレスが生きる目的として挙げたものがあるということを、に言及します。オイタモニアですね。でこれにはいろんな翻訳が存在すると、これはもともと英語で書いてあるものを日本語に翻訳しているので、この訳が正しいかどうかはちょっとあれですけども、まあこれの訳語としては幸福が最も一般的で、成功繁栄といった訳になることもあると。で語源的には精神の安らぎといった意味となると。で僕彼ですね、彼は、繁栄と訳すのが一番好きだというふうに書いています。ですからここで考える、まあ幸せとか幸福っていうのも、とりあえず人間を離れて一般化できるようなものとして捉えるために、繁栄といったものに近い概念として取ることにしましょう。そうしないと植物に応用することがきついので、まあ、とりあえずこういうふうにしようと思います。それからもう一つはですね、幸福とか幸せといった概念が人に固有のものではないというふうに仮定して話を進めることにしましょう。そうしないと、まあ、植物からの立場で考えるということがそもそも意味がなくなりますから、そういうことにします。でその意味で今言ったように、幸福幸せの意味については、この繁栄に近い線で考えることにいたしましょう。で、まあ、人に固有でないものであるんだったらば人を離れていいはずですし、そうであれば擬人化しやすい動物でやってしまうと、せっかく人を離れた意味がなくなってしまって結局人になってしまうので、まあ、擬人化しにくい植物でやるということに、まあ、しましょうということが、今回の、まあ、骨子ということになります。で、まあ、そういうことを前提にした上で、植物の幸せというのは何であろうかというのを、まあ、考えてみることに、してみたいと思います。で植物に限らずですね、生物一般に言える、繁栄といったものは文字通り繁殖成功ということになります。で生物学的にはですね、繁殖成功率という概念があります。あるいはこれは先週社会心理学のところで適応度という言葉が出てきたと思いますが、適応度という言葉としてそれが反映されているというのは、これは字が間違いで反映ですねなっています。で、
適応度っていうのは、生物学的にはですね、繁殖成功率で評価するものが、標準的な定義になります。つまり、個人個人が、いくら環境とか、境遇に対して適応していても適応度が高いとは見なさなくて、その個人が残す子孫の数がどれだけ多いかっていうので評価するっていうのが生物学上の、適応度という概念になります。ですけども、まあ、ここは面倒くさいのでとりあえず個人の、個体の、繁殖成功率というものと個体の適応度というのをとりあえずはごっちゃにした状態で話をしましょう。ちなみに適応度という概念は、生物の進化の原動力としてはですね、非常に大事な概念です。生物の進化っていうのは割とよく言葉に上がる割には正確な意味をちゃんと伝わっていないというのが生物学者としての実感なんですけども、まあ、自然淘汰という言葉もよく使われますが、自然淘汰もあんまり正しい意味で一般には通じてないと思っていますが、まあ、本当の意味の自然淘汰が働くのはこの適応度を通してしか、ないというふうに生物学者としては考えています。ですのでここの生物がよく適者生存だとか、弱肉強食みたいなですね、個体間の闘争みたいな感じで、捉えるのはちょっとずれていて、それらの残す子どもがどれだけの数かっていう形を通して進化するというふうに、まあ、生物学者は考えていますというのはとりあえずこの機会ですので、お伝えしておきます。まあ、それはともかくして、その生物植物のですね、幸福さ幸せさっていうのは人に正しく見て取れるものかというのが次に疑問になります。もし人に正しく植物が幸福かどうかっていうのが判断できないのであれば、植物を通して幸福というのを考えるというのがそもそも破綻しますので、人にどれだけ植物の幸福さが見て取れるのかというのをとりあえずちょっと検証したいと思います。そのために実際の植物の生きている姿を見てみましょう。これはあるところで撮った写真で、コンクリートでここら一面固められています。でそこからこう穴ちょうどあったので、そこから植物が割って出てきたところなんですけれども、これはですね、アメリカヤマゴボウですね。アメリカヤマゴボウが、コンクリートのこの一面に敷き詰められたところを割って出てきたところで、これ宿根草なんで近くの、栄養分使ってですね、かなりのパワーを発揮することができて割って出てきたところです。これは別の写真で、ここに家の壁があってですね、ここにやっぱりコンクリートで固められた土地があるんですけども、そこのちょうど、ですね、一番構造的に弱いところを割って出てきた植物ですが、はい、ドクダミですね。これも、根茎をかなりよく伸ばすので、まあ、いろんなところまで、伸びてきますが、これも、多分根茎が下のところを張っていて、ポコッとここを割って出てきたところだと思いますね。これは本郷で撮った写真ですが、これもちょうどここにブロック塀があって、ここに多分水道管かなんか通ってて、その蓋のところにちょうど隙間があって生えているものですが、これ野毛シですね。それからこれも、ここに塀があって、ここにアスファルトが固めたんですけど、ちょうどここも多分亀裂が入っ てそこから生えてきた植物ですが、これはイヌホオズキですね。トマトと同じ属ですね。これもここにあるかりま大磯の撮った写真ですが、ブロック塀があってアスファルトで駐車場になってるんですけど、そこに穴が開いて、そこからこう生えてる植物、はい、セイタカワダチソウですね。機械植物としてよく、一時すごく嫌われ者、今でも嫌われている人も多いですけども、北米から入ってきた機械植物ですね。これがやっぱり地下から、伸び出してきて花を咲かせたところです。それからこれは別のところですが、これもよくある風景で、電柱があるとよくその脇っちょのところにこうやって植物が生えていることがあります。ペチュニアです。こういうのを見ているとですね、よく苦しそうだとかですね、窮屈そうだとか、寂しそうだとか、こんな大変なところに頑張っているとか、そういうふうに見る見方が割とあるように思います。それから大変なところで忍耐している、まあ、とにかく過酷な環境で頑張っているというふうに見る
見方をする人が割と多いと思います。ですけども、これは植物学的にはみんな的外れということになります。人で例えるならば、伸び伸びしている、苦しそうではなくて伸び伸びしている、窮屈そうではなくて楽な思いをしている、寂しそうでも頑張ってもなくて得をしている、この世の春を謳歌していると言ってもいいくらい非常にいいところに暮らしているわけです。これは人と植物を取り替えた時の一つのメリットで、どうしても人は擬人化して考えるので、人間だったらって考えてしまうんですけども、人間だったらってことをやめると見方がまるっきり変わってしまうわけですね。これをせっかくですからやっていきましょうということです。でここのところを勘違いすると、数年前にあったこういった出来事がありました。ど根性野菜とかど根性大根っていうのが一時一世を風靡したんですけども、記憶してる人どのくらいいます？割といます。典型的な新聞記事を拾ってこようと思ったんですけども、なかなか難しかったのでウィキペディアにあったので引いてきましたが、2005年末にですね、兵庫県相生市の歩道脇に生えていた大根にある日突然大ちゃんというニックネームが付けられて、マスコミがですね、ど根性大根ということでもてはやしました。でその後ですね、ここにもあるようにど根性ナスとかど根性みかんとか各地で相次いでど根性野菜が報道されるという事態になりました。で、これは 今ちょうど見てきたような植物と同じでして、アスファルトとかコンクリートの割れ目に植物入るんですけども、それを見てですね、さっきみたいに大変なところで境遇で頑張ってるど根性だっていうので、一連の報道がなされてですね、国民が湧き立ったという不思議なことが起きたわけです。で例えば、東大の場合は菊蔵2ってやつで、朝日新聞全文をど根性大根とかそういうキーワードで検索することができるので、してみます。そうすると2005年11月29日の大阪本社版夕刊にど根性大根検証という記事が出ています。さらに12月29日の朝刊朝日新聞の、大阪本社青鉛筆というところには、IOC でど根性大根が一般公開されたという記事が載っています。しかも担当の広報係長が、大根で青いの名を全国発信した功績が認められて、課長に昇進するということが報じられるという、ニュースが報じられております。さらに翌年1月27日には高知県全県版にど根性大根四万十川にも出現という、ニュースが出てますし、2月には今度は和歌山県で見つかったという報道があり、3月になってもまだど根性ネギというのが今度和歌山県版に出て、4月になってもまだ今度アスファルトの割れ目にコスモスが入ったという感じで、延々と朝日新聞ですらも、ど根性ネタで毎月のように盛り上がるという時期がありました。で翌年になってですね、2007年4月ですね、朝刊朝日大阪本社版に追うっていうシリーズ記事があって、一時報道されてたもののその後どうなったかっていうのを、追跡記事を載っけるっていうシリーズだようですけども、そこにど根性大根がどうなったのかっていう後日談の記事が載ってまして、クローン化を経て増殖されていたというレポートが出ています。でその後も増殖は続いてるらしいんですけども、どうなったのかちょっと残念ながらちょっと追跡はできませんでした。ただ記事の中に面白いことにですね、この昇進した方の、言葉として、市民にとって路傍の大根は珍しくも何ともないと、大ちゃんブームは市外県外から始まったというふうな、実感が、書いてあるわけですね。でこれは多分真っ当な感覚で、多分なぜか知らないけどある日突然マスコミがすごいとか言い出して、ブームになっただけで、実際にはさっきから写真を見せてもらったように、いろんな植物がコンクリートとかアスファルトの隙間を楽しんで暮らしているわけなので、大変なことをしているという、 こう物語にしたところが、もうもはや作り話だったわけです。でその後どうなったかというと、12月までずっとなくて、12月に京都市内版にまだ相変わらずど根性ここにまりという大根の記事が出て、5月に佐賀県版にど根性たけのこというものが出る。でこれを境にですね、
朝日新聞では、ど根性大根ネタは、ここを最後として今のところ出ていないようです。ですので、まあ、一過的に、日本中が熱狂した、ネタだったわけですけども、まあ、さっきも言ったようにど根性とか窮屈そうだとか寂しそうだとか頑張ってるとかそういうのは、まあ、的外れでのみのみしている、非常に楽しんでいる状態なわけだからこそこれだけ実例が全国各地で見つかっていますし、まあ、見つけるまでもなく身近にこういうのはたくさんいるわけですね。で、そうでなかったらなぜここまでにこういったものが多いのか、まあ、実例を、まあ、手元に実はこのど根性ネタが出た時に、こういうの世間の人は面白がるのかと思って、そんなのいくらでもあるのにと思って写真を撮りためたらものすごい数になってしまったので一部お示ししますが、これ肥後すみれですね。これ民家の、亀裂しているところに入っていますし、さっきも出てきたペチュニア、これ歩道の脇で隙間に入っています。タツナミソウもこれも石垣のところに入っていますね。これハルジオンですが、これも、壁とコンクリートの隙間に入っていますし、これオニタビラコですが、これちょうど民家の、歩道との隙間に入っていますし、ツタバウンラン、これも、ですね、壁、石壁のところに入っていますし、スミレ、スミレは非常にこの仲間はこういう隙間が好きで、種が入り込みやすいというかですね、アリが種を運んで入れてくれるというところもあるので、隙間を見ると、まあ、スミレはものすごくよく見かけますが、スミレ。それから気化植物ですが、ベニバンセンブリ、こういうよくあるブロック、屋上になっているところの隙間からビオラですね。これもよくあるんですが、電柱とコンクリートのとかアスファルトの間ってよく隙間があるので、ここはしかもあの犬がよくおしっこをするので肥料も多いということもあってよく育っていますね。これは、民家の本当のサシとの間、これは、ブロックの間のタマスタレ、これも歩道とブロックの間の唐辛子、これもアスファルトの亀裂の面に入っているつぼみょうば、ブロック塀と歩道の間に金魚草、これも本郷で撮った写真で今も咲いてますが、歩道のところの隙間に生えている日日草と、これは沖縄で撮った写真ですが、電柱のやっぱり横に生えている日日草、それから、野地すみれ、あるいは時々こう糊面をこうやって全面的に覆ってしまうことがありますが、そうすると排水口を開けることがあります。そこのところに入ることもよくありまして、草木、アスファルトの亀裂のトレニア、これもアスファルトの亀裂の生えている系統、こう敷き詰めたところの隙間のヘリバヒメージョン、これはちょっと面白いなと思った系ですけども、トラックがあって放置されてたトラックですが、荷台にここに入っていて花も咲かしているアメリカ不良という感じで、まあとにかくこういうとこ好きなんですね、植物は。で、ありとあらゆる種類が見つかります。で、これだけで植物図鑑が作れると思って、まあ今図鑑を作ろうと思って用意しているくらいですが、なぜこんなになっているかっていうと、植物はですね、光合成することでエネルギーと基本代謝物を得ているわけです。そうすると植物は水と光があるということがまず第一になります。ですので植物の生存競争としては光を求めて競争するということになって、そういうことはどういうことかというと、他の個体が使った光はもう自分のエネルギーに使えないので、他の個体の日陰にならないように相手を押しのけてでも上へ天へに向かうというのが植物の基本戦略になっています。だから枝を伸ばすんであり、つるを伸ばすんですね。で、その意味では隙間、今みたいな隙間は非常にいいところになります。なぜかっていうと、光を求めて競争しなくて済みます。隙間のところにしか入られませんから、隙間の周り、隙間が入っているコンクリートとかアスファルトの面に植物が入ることはありえないので、隙間を自分が占領した時点でもう勝ちです。で、隙間以外の周りの他の邪魔な個体は生えてきませんから、他の個体と競争することをしなくて全然良くなります。しかも水も困りません。周り固められているので、雨が降った場合はその周囲の水は必ずその隙間に流れ込んできますから、水は自分がまず優先的に使える。で、寂しいかっていうと、まあ植物は感情ないでしょうし、
あったとしてもですね、多くの植物は雌雄同種なので、一人で勝手に種がつきます。相手を探す必要はない。万一一種であったとしてもですね、虫、大概の場合は虫がカウンターパートになっていて、花粉を運ぶ相手として契約してますから、どっかから連れて花粉を持ってきてくれて種をつけることができます。ですので何も困ることないんですね、隙間は。だからこそ世の中、隙間に生えている植物っていうのがこれだけ至るところに、溢れているわけで、これをだからど根性と呼ぶのは多分、完全に、方向間違い。ただ全ての植物がこれを、使えるかっていうと、まあ条件はあって、こういったところに生えている植物はまあ大概がですね、種がちっちゃいですね。種がちっちゃくて隙間にはまり込むことができる。種が大きすぎたら、例えば栗みたいな大きさをしていたら、こんなちっちゃい隙間に入り込むことは不可能なので、まあ、それはそういったところを使うことはできないわけですけども、小さい種を持っている植物は、まあ、ちょっとしたチャンスの時にこういったちょっとした隙間に入り込んで自分の、居場所を完全に、独占できるということを享受しているわけです。ですので、まあ、隙間の植物に限って、まあ、教訓を言ってみますと、教訓1ですね、自分と違う生物について自分自身そのまま相手の状況に感情移入しても正しい解釈とはならない可能性が高い。で、教訓2ですね、相手が幸福かどうかは従ってそう簡単にはつかめない可能性があるというのが教訓2になります。で、これをですね、大胆すぎるかもしれませんが拡張します。もし教訓1の自分と違う生物っていうのをですね、自分と違う個体ってまで拡張してよければ、これは人間同士にも当てまることができて、自分と違う個体について自分自身その相手に感情移入しても正しい解釈にならないかもしれない。それから、教訓2の相手っていうのをですね、一般化してですね、ある個体っていうふうにしてもよければ、相手じゃなくなって自分にも使えることになります。で、1と2を合わせてもしよければ人はですね、そもそも自分が幸福かどうか即断できないということになります。自分の、判断を自分に当てはめることもできないかもしれないので、幸せという概念を、そう簡単に判断、幸せかどうかっていうのを判断するのは、そう簡単ではないでしょうということになります。まあ、ここまでは、研究不快ですが植物に持ってきたので、とりあえずこういうところにしておきます。それはそれとして、じゃあ植物の幸福とか幸せというのは何かということになるんですが、さっきもちょっと触れましたが、まあ、例えば先週の講義によると、社会心理学者の立場からすると、幸福とは取り巻く環境が持続的に大丈夫な状態だというふうに、まあ、講演の中に出てきたと思います。で、これならばですね、隙間の植物はまさにそうですね、取り巻く環境が大丈夫な状態、自分がその環境を独り占めできて、光も水も、独り占めできて何の不自由もない状態ですから、これを当てはめておければ隙間の植物は本当に幸せな状態ということになります。でもそれだけなのかというのを次のところで考えてみましょう。で、繁殖成功は考えてもなくてもよいのかということです。最初に言ったように、生物が、の適応度という考える場合は、先週の、社会心理学の時の適応度っていうのは、個体のその時点での適応度っていう考え方を、表現を使ってたように聞こえましたけれども、生物学的には繁殖成功があってこそ、適応度が高いとみなすので、繁殖成功というのをちょっと考えてみましょう。ただですね、繁殖成功を一義的に考えるとすると結構面倒くさいことになります。例えば一年草の場合はですね、花を咲かせて種をつけたらそこで一生がおしまいになってしまいます。一年草ってそういうものですね、一年で一生が完結するのが一年草ですので、一年草がもし対象だとすると、花を咲かせたらハッピーかもしれませんが、そこで一生おしまいです。そうすると短い一生だったけども幸福だったってことでいいのかというのが、あるいはですね、多年草の場合どうかっていうと、これがまた事情が違ってまして、多年草だったらば花を咲かせないでただただ茂るっていうことも可能です。例えば逆にですね、ヒガンバナのように三倍体になっているので花を咲かせても種はつけない。これは種で繁殖しなくて、
無性的にクローンで繁殖するので、まあ、種をつける必要はないんですけども、まあ、習慣としてとかプログラム遺伝プログラム上花が咲いてしまうので咲いてるだけですけども、咲いてしまうという種類もある、花を咲かせるってことをしても種がつかないってこともあるんだったら、花を咲かせるっていうのは一種ゴールのように見えるけども植物の交付と関係あるのかどうかっていうのが、ぐらつきます。ここにも、まあ、誤解があるのでついでですので、注意をしておきたいと思うんですけども、よくあるとんでも科学ですね。声をかけたり撫でたりすると植物が喜んで花を咲かせるっていうものが、非常によくあります。例えばこれはそういうことを主張している典型の本になってありまして、ちくまのプリマブックスに出ていました。で、音楽を聞かせると、植物もバクテリアもみんなですね、タンパク質レベルで活性化してみんな元気になるということを書いてあるんですけども、まあこういうとんでもの本によくある話、よくある手として、まあ普通の人があんまり馴染みのない DNA だとかタンパクだとかいう話をで煙に巻いといて、DNA の二重らせん構造とかそういうところノーベル賞が出たっていうのをちょっと言うことでなんかもっともらしくしといて、音楽を聴かせるとみたいな話にいつの間にか話をすり替えてるっていう、まあ典型的な本ですけども、こういうのはよくあります。でもですね、これ、まあ、突っ込みどころがいっぱいあって、植物が喜んで花を咲かせるって言うんだけども、花を咲かせるのが本当に嬉しいのかっていうのがあるのと、あるいは花が咲いてほしいと思って撫でて花が咲いたんならいいですけど、まだ咲かないでくれって言って撫でてるのに花が咲いたんだったらそれはどうなのかっていうのもありますが、撫でさえすれば多分確実に花は咲くわけですね。ちなみに出版元の名誉のために書いておきますと、これは出版元が依頼した原稿じゃないそうで、著者が持ち込み原稿で持ってきたのをつい出版してしまったものなんだそうで、その後、プリマーブックスがプリマー新書っていうのにモデルチェンジした時になんかうやむやに消えていますので、多分、出版社もまずいと思って消したんだと思われます。で、ただですね、音楽を聴かせるネタは儲かるらしくて非常にいろんなところにたくさん見られます。例えば先週知ったんですが、フルーツプランナーという業種がありまして、株式会社コムサっていうのがあってですね、そこのホームページを見ますと、こういった記事がいろいろ出ています。例えばこっちは、モーツァルトを聴かせて熟させたタイ産マンゴーを使ったケーキっていうのが出てますし、こっちは、栃木産のモーツァルトイチゴのタルトっていうのが出てまして、イチゴモーツァルト聴かせて育ててタルトを作りましたって出てて、ここに農場のレポートが出ていてですね、まあ、スピーカーから、モーツァルトを流して育てていますって書いてます。こっちはモーツァルトイチジクのタルトっていうのが出ていまして、モーツァルト聞かせて大切に育てたイチジクを贅沢にうんぬんと書いてあります。でこれ、まあ、とにかくここの会社の方は、とにかくモーツァルトを聞かせて、育てた果物を使ったケーキっていうので、結構売りに出てるようで、先週この会社の方の講演を聞いたんですけども、これをやるとですね、もうケーキの値段は上げられるし売り上げも伸びるし、いいこと放題であるということ、まあ会社の幸福ではあるんですけども、植物の幸福かどうかは分からないし、まあ、消費者は幸福かどうかは人によりけりということになりますね。というのはこういうことがよくなされています。でも、まあ、いつも思うこととして、例えば植物学者の立場としては、音楽で植物が良くなるよ、しかも人間にとって良くなるよという実証研究は聞いたことがありませんというのが、まあ、一つですが、まあ、それ以前ですね、植物学者という立場を離れてもですね、クラシック音楽のファン、一応クラシック音楽のファンなんですけども、クラシック音楽のファンとしては、モーツァルトっていうけどケッヘル626番のレクイエムに至るまでものすごい数の曲があって、ジャンルによって曲によって雰囲気もずいぶん違って、それがみんな、モーツァルトの一言でいいんですかっていうのと、演奏者によって相当違うし好みも違うので、僕が好きな演奏も別の人が聞くとこんな演奏聞いてられんと言ってイライラすることもあるくらいなので、モーツァルトっていうのでみんな同じだっていうのは、クラシックファンの心情とは随分離れてますけどっていうのがあるわけですね。ですけど、まあとにかく結構イメージ戦略として売れるらしくって、まあ、こういうのはこの会社だけじゃなくていろんなところで聞きます。ですけども、この時に、まあ、よく言うのがですね、花が咲くとか、きれいになるっていうのをよく、まあ、主張しています。で、まあ、そういう本をですね、いろいろ時代を遡っていくと、大概
ある本に行き着きまして、そこを引用している本も結構多くてですね、そこでは大概サボテンが咲くって書いてあるんですね。音楽を聴かせると、で、何でも音楽を咲かせるとサボテンが花を咲かせるっていうふうに表現になっている。で、これは多分ですね、サボテンがあんまり日本人にとって馴染みがないので、サボテンというとあの玉しか思いつかないので、あの玉に花が咲くとは思ってなかったって人たちにとってはすごくインパクトがあるっていうのがだろうと思うんですね。で、ちょっとサボテンって別に普通に咲くもんで、これは、鎌倉駅の近くで、木下先生のご覧になったこともあるかもしれませんが、普通に路傍に植えたるサボテンで、普通に咲いていますが、ますので、サボテンというと、まあ、トゲトゲしか思いつかない人にとっては花が咲くっていうとすごいことに聞こえるっていうのを多分付け込んでるんだと思いますが、まあ、サボテン別に花が咲くって驚くことでも何でもないわけですね。で、そもそも園芸的にはですね、花を咲かせる植物に花を咲かせたいのであれば、可愛がるじゃなくていじめるのがいいっていうのが、普通の考え方になります。なぜかっていうと、なぜかっていうのがちゃんと理由があります。で、植物は僕らと違って移動できないので、一旦生えたらそこに割と根付けされてしまって動けません。なのに環境が悪いと困りますよね。で、移動できるのはどういう時かっていうと、種を作った時になるわけです。種は一番身軽なので、その環境が悪くて移動したいんだったら種を作るのが何よりも有利なわけです。まあ、タンポポとか想像するまでもなくですね、種になったら身軽になってどっかその場所から離れることができる。で、種をつけるんだったら花を咲かせなくちゃいけないので、普通はですね、快適な環境、まあ、これをもしさっきも言ったように幸福だとみなすんであれば、別に花を咲かせるまでもないわけです。で、その場にとどまって、茂っていればいいわけですね。繁栄していればいいわけです。その状態で十分幸福なはずということになります。ですけれども、もし環境が悪くって、不快だとかストレスがあるとか、いうことであれば、すぐにも花を咲かせて種をつけて移動した方がいいわけです。その個体にとってそこにずっと我慢していてもろくなことはないわけなので、次の世代にもうバトンをタッチしてしまった方がいい。という意味で、花が咲くのはですね、普通はその場所が、あるいはその季節が不愉快だからというと、まあ、言い過ぎではありますけども、まあ、それに結構近いところがあります。例えば一年草が花をつけて種をつけるのは、そろそろ自分が生活するには無理な環境が近づいて、季節が近づいてくるからですね。大概の一年草は春に種まいて、あったかい時に花咲いて種つけて冬、種で寝てるっていう状態をしますが、あれも冬の間我慢してる必要があるかっていうと、まあ、一年草にとってはないので、まあ、冬になる前に種になってしまうっていうことをするために、まあ、そういった戦略になってるわけですね。一方ですね、理学的にはですね、花が咲く時にはどんな仕組みになっているかっていうのは最近非常によく遺伝子の働きが分かるようになってきていまして、結構いろんなシグナルが植物に入っていって統合されて花が咲くっていうことになっていることが分かってきていますが、まあ、ここら辺は今回の話からすると細かすぎるので省略しますが、まあ、これが今回の講義の中で唯一植物学らしいスライドになりますので、一応ちょっとだけ説明しておくと、白いナズナ、これ白いナズナの場合です。白いナズナっていう一年草のアブラナ科の実験植物の場合は、花が咲くシグナルとしては光周期がどうなっているか、昼夜の長さがどうなっているか、つまり季節が今どうなっているかっていうのを見る、モニターする経路、それから自分自身の植物が体が大きくなって、かなり植物自分が大きくなってきたぞっていうのに合わせて、そろそろっていうタイミングを自分で見計らっている経路、それから一年草の植物ですけども、白いナズナは夏の終わりから秋に種から芽が出て、葉っぱの状態で冬を越して、冬が終わった過ぎ去ったっていうのを見計らって春に花を咲かせるので、冬を過ぎたっていうのを見計らモニターしている経路、それからいろんなホルモンですね、動物と同じで植物もいろんなホルモンを自分で作って自分を調整してますので、自分の体内の生理状態に合わせて動くパスウェイっていうのがあって、まあ、こういったやつが統合されて、花が咲くわけです。まあ、そういう意味では、花が咲くためにはいろんな
まあ、シグナルの入り方があってですね、一つというわけではないんですけども、基本的には花が咲くようなタイミングっていうのを自分で見計らって、そろそろ花を咲かせて種作ってどっか行っちゃった方がいいっていうのを見て、花を咲かせているわけです。で、まあ、白いナスのみたいに一年草で見ていくと、花が咲くのが、こうやって花が咲くのがその植物のゴールに見えるわけですけども、全ての植物が花を咲かせるのを、まあ、ゴール地点として見なしているかっていうと、そうでもありません。で、一年草は、まあ、とにかく花が咲いたらこうやって種つけておしまいで枯れちゃうので一種のゴールになっちゃっていますが、一年の間に花を咲かせて種をつけてしまわなくちゃいけないので、まあ、そのせいはもしかしたら短いながらも幸せだかもしれませんが、非常に世話しないです。もしその一年がたまたま干ばつだとかですね、いうことがなってしまったら、その一年はもう台無しで、もしかしたら次の世代は残らないかもしれない。その一年にかけなくちゃいけない。これはかく乱が多い環境に適した生き方です。で実際これ白いナザみたいな一年生の植物は大概ずっと森が温存されるような環境ではなくて、何かというと引っかき回されるような、つまり木が上に生えたりするようなことはなくて、環境がまあ毎年のようにくるくる変わるようなところに基本的に適応的な生き方です。だから種をたくさん作っといて、いろんなところにばらまいておいて、たまたまそこがいい場所になったらパッと花を咲かせて、パッと種を作って、またどっかにバーッと種を散らしておいて、まあ、たまたまいいところに潜り込んだやつがまた次を続けるというような生き方で、まあ、その土地にずっと土着でずっと生きていこうというような生き方ではありません。例えば実験系統のコロンビア系統というのを僕ら使ってます。これがコロンビア系統ですけども、一日中光つけっぱなし、つけっぱなしってこの蛍光灯ですけども、蛍光灯でつけっぱなしで23度っていう状態にしておくと、種まいて一月以内でこういう状態になります。花が咲きます。で、この花は花が咲いてから2週間後には種になって完全熟すので、まあ一月半のうちには種から種に飛び移ることができるという生き方です。ただしこれはもう世話しなくてですね、種がついたら植物はどんどん弱っていって次の子供に生をバトンタッチするというような生き方になります。ですけども、全ての植物がそんな生き方をしているわけじゃなくて、そういう生き方じゃなくなると困ることがあります。例えばこれ山桜の突然変異体で、若木の桜っていう桜があります。これ実物が赤門の近くの理学部2号館の前に展示植物の展示コーナーがありますので、春になったらぜひ来年見てもらうといいんですけども、すごいちっちゃいこの、腰ぐらいまでもないような木です。で、花が咲いていまして、これはもともと山桜の突然変異体だろうというふうに思われていまして、牧野富太郎が高知県で見つけて若木の桜という名前をつけた植物です。で、これはですね、一年草に近い生き方になってしまった桜で、種をまいてから 1,2 年でもう花が咲きます。で、花は咲くのはいいんですけど、花を咲くのはやめられない。普通の木はこう木があったらば、花を咲かせる枝と咲かせない枝っていうのを分けるんですね。分けてその花を咲かせない枝を作って自分の体を大きくして来年に備えるってことをするので、年々木が大きくなっていくんですけども、若木の桜は、自分が作った芽のほとんどを花芽にしてしまうので、せっかく去年のうちに作っておいた枝はみんな花になっておしまいになってしまって、ちっとも大きくなれないので、割と数年、理学2号館のやつ数年経ってますけど、本当にまだ小さいです。ただ全部が花になってしまうわけじゃないので、かろうじてある程度の大きさの木にはなるんですけども、やっぱりだんだん花を咲かせるためのプログラムが強く働くようになってしまって、全ての芽が花になってついに寿命になって若死にしてしまうという突然変異体です。ですからこういった桜が存在するんですが、これは突然、あくまで突然変異体でして、普通の桜はこういう生き方をしていないわけですね。だこういう生き方をしていないのはなぜかというと、別にその体の全てで全力で花を咲かせることを目指していないからです。全力で咲かせてしまうと長生きできないし繁栄もできない。一部を咲かせないでいるからこそ長生きできるし繁栄できるわけですね。
ですから、若木の桜は今言ったようにほんのにちっちゃい、こういう写真って言ったらこのくらいのサイズしかない状態で花が咲かせて、もうそれ以上大きくなれないというわけですけども、よく公園で見るようなソメイヨシノはこの大きさになっている。この大きさになって一面花を咲かせてるってよく言いますけども、本当は一面咲いていない。一面咲いちゃったら、その木はもうこれ以上大きくなれないってことが起きるので、必ず全ての枝のどっかにですね、来年伸びるための枝を用意していて、そこは花を咲かせないっていうように鍵をかけてあるので、そこを使って体は大きくなって、年々大きくなり木は繁栄していくわけです。だからほどほどに花を咲かせるのが植物にとっては良い戦略ということになります。ですからそういうことをやるからこそ、一年草はですね、さっさと花を咲かせて種を作って、その環境がもう来年には使えないかもしれないということがあるので、さっさと種を作ってどっかに行ってしまうということをするわけですけども、環境が良くってですね、さっきの話じゃないですけども、持続的に、良い環境としてその場所を確保したんであれば、さっさと花を咲かせるんじゃなくて、やっぱり大きく育って繁栄した方が、植物にとってはメリットがあるわけです。と考えると、じゃあなぜ花を咲かせるかということになりまして、これは実は生物学上の大問題ということになっています。特に進化生物学の、大問題になっていまして、花を咲かせるっていうのは突き詰めれば有性生殖をするってこと。花を咲かせるとおしべとめしべがあって花粉と卵があって受精をするわけですから、有性生殖ですね。で、一般論として植物の有性生殖に限らず生き物が有性生殖するのはなぜかっていうのはですね、大問題です。進化生物学上そんな面倒くさいことをする必要はないでしょうに、なんでするのかっていうのが古くからの問題で、現在一番もっともらしい説明は、有性生殖っていうのは病気と戦いをする上で、病気の側がくるくる相手が変貌を遂げてしまうので、例えばインフルエンザ、そろそろ予防接種が安田講堂の近くで始まってますけども、インフルエンザの方も毎年ぐるぐる変わるのように、病気の方は毎年のようにくるくる変わるので、さっきで言ったところの一年草の環境と同じですね、毎年自分のいる環境が変わっていってしまうという状態なので、そういったところでは、自分自身を、次の世代に変えていくというやり方をする方が、一つは、生き残る可能性があるというので、病気の世界から逃げ出す、あるいは生き延びていくために、やっていく方法としては、必要悪として性というのを作ってですね、遺伝子の交換をするということを、しても、悪くはないというので、有性生殖をするんではないのだろうか。結構無駄は多いやり方だけども、それでなんとか生き延びてるんじゃないだろうかというのが今のところの一番有力な考え方になっています。これは植物でも動物でも同じですということは、人でも同じでして、そうするとですね、逆のことが多分言えて、裕福になって幸福な人が多いはずの先進国ほど結婚の率とか出生率が減っていますが、それもしかしたら ここの逆裏返しなんでしょうか。つまり病気も医学で治すことができて、別に有性生殖をするまでもなくて、個体そのものが、ハッピーであれば、困らないで、次世代にさっさとバトンタッチするような必要もなさそうだということであれば、有性生殖するわけもする必要もないということになります。そういったところが働いているというところももしかしたらあるんでしょうかというのが、ここでちょっと投げかけて見ていきたいと思います。というわけですが、ここで、今日コメント役になっている学生さんに今のところについて、自分の、考えを述べてもらえばと思いますが、お願いできますか。そうですね、コメントというか、この参考図書を読んで思ったことでもよろしいでしょうか。植物の心という参考図書には、植物はこうクローンとか無性生殖でも増えることができて、それでラメットとジェネットっていう区別をつけて、
人間でいうようなこう個体と個体とはもうまた違った感じのこう分類が必要になるという話だったんですけども、この講義ではあの繁栄が植物の幸福だという定義になってたんですけども、その場合繁栄っていうのは遺伝子が同じ個体がたくさん、個体というかまあラメタジェネットがたくさんあればいいのか、それともその一つのこう根があって茎があって花があってっていう個体がずっと生き延びればいいのか、そのどちらを考えているのでしょうか。ですね、多年草の場合は多分ですね、遺伝型が一緒ならば、まあ、一つの、人間でいうところの個体に相当するものがいろんなところに分散している状態だと思うので、例えばこれ毒ダミですけども、多分これの親株はもっと違うところにあって地下茎を伸ばしてきてクローンがここに生えてきたんだと思うんですね。でそうするともしかしたら親株の元の親株がこの辺にいて他の植物と競争して苦労してるかもしれないけど、こっちに伸びてきたこっちは、多分、伸び伸びと暮らすということを享受しているという状態になっていて、多分つながってるんだけどこっちは大変でこっちは、OK みたいな状況が生まれていると思うんですね。ですので、全体として総和として見るのか、個々の枝ごとに幸せ度が違うと見るのかは、見方はそれはあの立場によって変わると思います。ただし例えば一年草なんかだとそういった見方ができなくなって、あのその株はあくまでその株一つで暮らしていて、種を作るまでが一つの個体になっているので、一年草の生き方を見る見方とこういう多年草の生き方を見る見方はもしかしたら分けなくちゃいけないかもしれません。ありがとうございました。今までのお話の中で例えばあのど根性大根の誤解とかっていうその人間の見方をその植物にも投影して見るっていう見方に問題があるっていうことを言われてて、その参考図書の中ではその先生があの植物との絶対的な没交渉の関係っていう言葉を言っていて、でそういう関係があるからその他者の幸福とかを考える場合にすごく訓練になるかなとは思いました。でそれでちょっと今の、講義の内容との関連でいくと、その繁殖っていうのがその生物一般の、まあ、幸福として、まあ、定義できるだろうということだったんですが、例えばじゃあ、人間にこう逆にこう考えてみたときに、人間でその繁殖が不可能、生殖生殖器に問題があるとか、なんかそういう病気を持っててそういう人がいると思うんですけれども、そういう人はあらかじめ幸福の道が断たれてるんだろうかとか、なんかそういうふうに思ってしまうんですけれども、どうでしょうか。それはあのさっきのあれとですね、途中で今日はそこのところをごっちゃにしますと宣言したんですけども、個体自身がその個体の一生の中で幸福ならば幸福とみなすのか、繁殖性高度っていうことを達成した時に幸福とみなすのかは、どっちを取るのかですよね。でもしかしたら、全ての生物でいうところの、まあ、繁栄っていうことを考えると、子孫を残すということをしていない生物は淘汰されてしまう相手という 見方をしてしまうと、繁殖していないものは、繁栄ではないということになるんですけども、もし、個体その個体そのものがハッピーであればその個体にとっての、繁栄だとみなすんであれば、それは分けて考えなくちゃいけないということになりますよね。だから、ここでいうとこの幸せっていうのが個体の幸せなのか、その遺伝子組成にとってあるいは種にとっての幸せなのかっていう、どのランクで取るのかが、多分その個体の分かれ道になると思います。人間の場合は、特に個人の個性というものを非常に強く、強調する文化のもとにいるので、人という種というものがどうであるかということよりも先に個体自身がどうであるかということを優先するという風習慣がありますよね。なので人の文化の中においては個人が幸せならば幸せと取るのが普通だと思うんですけども、
もしそれを人じゃなくて生物一般にしてしまった場合には必ずしもそれは一般性がある見方とはなくて、人固有の見方になるという考え方もあるかもしれません。あと最初の方にお話しされてた自然淘汰っていう言葉が誤解されているっていうことがあったんですけれども、結構何ですか、その人間的な社会的な事象に関してもその企業が淘汰されたとかっていうのをよく使ったりとかするので、その辺をできるだけちょっと詳しくお聞きしたいなと思いました。はい、いろんなところで、ちょっとした認識の差異が多分生物学的な見方と他それを応用した他のジャンルの見方とでズレがあると思うんですけども、一番大きいのは多分ですね、今回もそうなんですけども、自然淘汰のイメージを動物で野生動物で考えるイメージがすごく多いと思うんですね。狼となんとかみたいな、そういうのって考えると個体間の闘争の強いもの弱いものみたいな感じになって、どっちが強いかで、直接闘争という見方になりやすいのと、個体にとってのっていう見方になりやすいと思うんですけども、そこを例えば植物で考え直してもらうと、そこは多分、認識が治りやすいと思うんです。植物の場合植物同士が戦うっていうのはイメージとしてあんまりないと思うんですね。まあ寄生植物みたいに相手に取り付いてしまうだとか、ツル植物みたいに相手を絡め取って痛めるっていうこともありますけども、普通は植物間の競争っていうのは直接闘争ではないわけですね。それからどっちが強いか弱いかってわけじゃなくって、結果としてまあさっきの質問にもう一回戻ってしまいますけども、結果として次の世代をどれだけ残したか、植物でいったら種をどれだけまき散らすことができたかということになるので、そういった面、そういったものとして自然淘汰を捉えてもらうと、割と一般に考えている自然淘汰のイメージとズレがあるっていうのは分かっていただけるんじゃないかなと思います。その意味では、個体間の闘争ではないし直接闘争ではないし、その評価もその個体が強いか弱いかではなくて、その個体弱くてもいいんです。その個体弱くてもいいんだけど子供が多ければいいということになります。そしたらですね、来週が動物の幸せということで、多分そっちは人から見てペットの幸せというものを多分外から見てその生物が幸せなのかということを考えるということになると思うんですけども、まあ、さっきもずっと言ってきたように植物、相手が植物というのに置き換えてもらうとですね、教訓が2つ今回ありまして、自分と違う生物についてそれが幸福かどうかということを解釈するのは非常に難しいということになると思います。ただ本当にそれができないのかっていうところは皆さんで考えてもらえばと思うんですけども、今日の話を通してですね、今ならば今その場に生えている植物を目にしたときに、それがその植物が幸福なのかどうか判断できるという自信が生まれた方ってどのくらいいますか。いない。あ、一人。じゃあちょっと例えばどういうので判断できるようになったと。おそらくこう日当たりや水などのそういった生存に必要な要件が十分にそこに満ち足りているかとか、まあ、周囲にこう競合がいないかなどといったところで、充実しているのかしていないのかというのは判断できるようになるのかなと思いました。はい。まあ、それはですね、ただまあ必要条件になるんですけども、結構難しいところはですね、今日は実はわざと飛ばしたんですけども、隙間に生える植物の条件としてさっきはですね、種がこういうところを独占できるかどうかで決まるって言ったんですけども、本当は一つ抜かしています。本当は一つ抜かしてるっていうのは、まあ一つだけじゃないんですけども、いくつか抜かしているうちの一番重要なことの一つは、光と水を独占できるって言ったんですけども、実はですね、植物はすでに地球上にこれだけ、いろんなところに繁栄する間に、我慢するっていうことをする植物も進化しています。
我慢するっていうのは、まあ、たまたまこんないいところをゲットすることができるとは限らないわけなので、普通はこういったいいところに入らないで他の植物と競争してるわけですね。ですので普通は、何か別の植物と競争して光を争ってるわけです。そうすると2通りあって、競争力を強くしたグループ、もう一つは、初めから競争しないことにしたグループっていうのがいて、さっきも言ったように他の植物の影になると人が使った残りカスの光しか浴びられないので、光の質が悪くって生存にとって不利と言ったんですけども、それでもなんとかやっていけるように自分の方が変わってしまったやつもいるわけです。でそういったやつは逆にそういったふうに自分が変わってしまったので、誰かの下にいた方が無理しろく幸せっていうのもいるわけです。誰かが使って適度に光を弱めてしまってくれた方が自分にとってはいいっていうふうに、もう自分が変わってしまった植物もいて、そういった植物はですね、こういったところに入り込むと光が直接当たって強すぎる、自分には使い切れないっていう状態になってしまいます。で光合成って割と全ての植物がやってるので、しかもみんな静かにやってるから、非常に温和な化学反応のように見えるかもしれませんけど、実際にはすごい激烈な化学反応で、ですので、例えば人間今植物の光合成効率に匹敵するほどの光エネルギー変換ってまだできませんよね。そのくらい、光エネルギーを非常に効率よく使ってるんですが、逆に言うとものすごい強度の、化学反応を常に行うので、光がですねその植物にとって適当な強度でないと葉っぱがヒートアップするだけじゃなくて化学反応が暴走して焼けちゃうんですねなのでこういった隙間を独占できる植物はさんさんと当たる光を自分で一身に受けて、それを使って十分に自分のエネルギーにすることができますが、一部の植物はそういった生き方をもうやめてしまっていて、誰かが適度に弱めた光を使うというやり方にもう適化してしまっているものがいます。でそういったやつはこういったところに来るともう破綻してしまうわけなので、そういったものはこういうところにいられない。だからもしそういった植物がたまたまこういうところに生えて転がり込んで生えてきた時のを見た時に、いいとこをゲットしたねと思うのは今度は逆で、もっと本当は暗いところに行きたかったんだろうけど間違っちゃったねってことになるわけです。ということがあるように、まあ、物事を単純化すると、競争しなくて有利で光も当たって水もたくさんでいいところだって言いましたけども、実はまたさっきのこれの、教訓に戻ってきまして、相手が幸福かどうかはまたケースバイケースになってしまいまして、そう簡単にはつかみ取れないということになってしまうということになります。で実際にですね、まあ、植物にとって今光、太陽の光って実はちょっと強すぎていて使い切れてないんですね。ですので、まあ、本当はもうちょっと弱いくらいのところの方が多分一番ベストなものだと思います。はい、今のことで、さらに問題は面倒くさいということが分かってもらったと思うんですけども、じゃあ植物だったら幸福かどうかっていうのは難しいと思うというのは、まあ、分かってもらえると思うんですが、もしこれが犬だったら分かるという自信はまだあるという方はどのくらい？お、まだある。愛犬家ですか？それは自分が飼っている種類でなくても分かる。それは難しいと思います。それは種類が違う前のランクでは大丈夫。個体が違えばでも大丈夫。いえ、ずっと一緒に暮らしているうちの犬に限ってのことです。なるほど。それはそうですか。今日の話を聞く前は他の答えでも分かると思っていたか、それ前からも他の答え難しいと思っていたか、どっちですか？いえ、特に見解が変わったということは犬に関してはないです。犬に関してはないですか。はい、ありがとうございます。まあということでなると、
まあ、犬って一番動物にとしてはですね、人間に、まあ、言ってもらったけど長いこと飼っていると感情をお互いに交換できるような状態になったというふうな感じが持てるような、動物ですけども、それでもそういうことをしないと、まあ、相手がどうかわからないということになるということは、かなり生き物というのはですね、幸福かどうか判断するのは難しいというものだと思います。で、植物ということに一旦引っ込んでもらったことで、できればですね、まあ、もともとそういうもんだということを深く思ってもらえばと思いますし、できれば、まあ、ひっくり返ってですね、ここまで拡張してもいいかというところを、考えてもらって、この後のですね、幸せというものも考えてもらうと、まあ、植物に一旦、話を持ってきただけのことは、甲斐があったんじゃないかと思いますので、今後もですね、幸福について話を聞くときに、今の話植物にも拡張できるか、ひいては、他の答えとか自分にも、本当に応用して大丈夫かというのを考えてもらえばと思います。まあ、以上私の話としては終わりたいと思います。今回 の、 その課題図書、参考図書、この植物の心って、これ皆さんどのぐらい読んでるのかな。まあ、担当の人は読んだと思うんだけれど、これはどうですか、読んだ人ってどのぐらいいます？これ今でも売ってないんですよね日本の古本屋で買ったんですけど、いろいろと、まあ、今日はその植物の立場からということでお話をいただいて、冒頭にも申し上げたように、まあ我々よほど植物が好きでも植物の立場には立ってないんじゃないかなっていう感じがすごくするんですよね。で、結構その植物を見て、でその言葉をまあ勝手に植物の世界の在り方をなんか我々のその人間の世界にの中にこう当てはめて使ってる言葉っていうのは結構あるんだろうなというふうにまあ思います。今日の話でその開花、花がね咲くなんていうのは我々 の、 その人間社会の中ではものすごくハッピーな状態ですよね。もうずっと苦労してついになんか花が咲いたっていうような、でも植物の世界の中にそれを落とし込むと花が咲くっていうのは必ずしもそのゴールではない、望ましいゴールではないっていうようなまあ話がありまして、植物の世界にこうなんていうか一回 身を置くというのかな、そこに立って考えるってことはやっぱりかなり大変だなっていうことも一方でまあ思うんですね。というのはこの本を読んで最初にちょっとガーンとなったことがあって、それはやっぱり個体という概念がそう簡単な概念ではないぞっていう、まあ、先ほどちょっとね話が質問の中に出たんだけれど、最初の方にこう出てきて、まあ、我々はまずその絶対なんか最小限の単位として個体っていうのを、まあ、持ってるというか、みんなその私っていうのをところから発想してると思うんですよね。でこれ動物、人間も動物なんだ、あるいは人間も生物なんだっていうような捉え方をしたときに、動物まではなんかやっぱりその個体単位でこう考えていくことができるんだけど、それをさらにその植物のところにまで広げたときに突然その個体っていう概念自体がまずこう成り立たないっていう、そこからそのしかしその同じ生物であるっていう、そこのところをこうなんか乗り越えないと植物の立場から例えば今回のようにその幸せっていうものを考えてみるっていうことがスッとこうなんか入ってこないような気もするんですね。で、まあ、今日はその幸せっていう言葉を一旦ちょっと外して、その繁栄っていう言葉を当てはめることによって人もその動物も植物もこう共有する問題をまあ、問題をいろいろと明かしてくださったように思うんですけれど、ちょっとまあそんなことを思いながら伺っていたんですが、他担当者じゃなくて、まあ、今日初めてこの植物の問題に、目を向けて考えたことがあればちょっとぜひ手を挙げて
なんか語ってほしいんですけれど。すみません、ちょっと学生さんの前に私から一つ、今あの犬の話が出ましたので、その犬が植物と違うことっていろんなポイントがあると思うんですが、一つはその人口の度合いという問題がある、つまり人の手がどのぐらい今まで歴史的に加わってきたかという問題がある気がしまして、でその植物の中でもそのペチュニアとか、あと特に普段畑という空間にあることを私たちがイメージしている大根という場合に、多くの人がよりそのど根性をイメージするのが、その人工環境というのが私たちのイメージする幸せにある程度即した形で人工的な環境を作って、それに合わせた形に進化をさせてきたということが影響する気もするんです。そういう意味でその手が加わっている生物、人間の手がより深く加わっている生物とそうでない生物の間に、やはり幸せというか繁栄のあり方というのは差が出そうな気がするんですが、その点はどういうふうにお考えでしょうか。犬の場合はですね、あと、まあ、人が手を加えたことがどれだけ影響しているかはちょっと即断できない気がしますけれども、植物の方は人間の手が加わったことで、人間が手を入れないと幸福でない存在になってしまったものはたくさん例が挙げられると思います。例えばあの穀物はですね、人間はあの収穫するときに実が熟したそばからポロポロ外れてしまうと人間にとって収穫大変なので、人間が刈り取るまでじっとくっついていってくれた方がいいわけです。でそういったことを、極端なことをやっていくと、例えばトウモロコシになってしまって、トウモロコシはあれだけのたくさんの実がですね、この大きさのものにぎっしりくっついたまま全然外れも何もしないわけです。歯でこそげ取らないと取れないくらいもぎっちりくっついた状態なんですけども、あれがもし自然界にいたら、あれが来年ボソって畑に落ちたって芽を出すとすると、ものすごい数の兄弟がお互いに、もう人生の出発点からお互いに競争をしなくちゃいけない兄弟同士っていう非常に大変なことになって、あれは多分自然界では生き延びられないと思うんですね。で人間はあれを一個一個丁寧に外して種をまく時だけ外してあげるので、トウモロコシはあれで生きていけるんですけども、多分あれはもうあの状態になってしまったトウモロコシは自然界では生きていけない。それから、例えば、まあ、これはあの去年か一昨年かの、学術俯瞰講義でも例として挙げたので、もしかしたら聞いた人いるかもしれませんが、カリフラワー、野菜で食べるカリフラワーも、人間が完全に作り上げた植物で、あれはあの皆さんが食べているところは花が花になれずに延々と枝分かれしてフラクタル構造を繰り返して塊になってしまったものですね。なのであれはあの適度に刺激して何とかしてあげないと、いつまでたっても花が咲かないでただの塊になってしまっているので、あれがもし野生化すると花を咲かせようと思ったけど、あのカリフラワーの塊を作って種も作れないうちに一生が終わりということになってしまうので、あれもですね、人間が畑に撒けるような種を作るように適度に刺激して花を一部咲かせて、種をわざわざ取り上げてあげるからこそ生き延びている植物ですけども、まあ、彼らは逆に言うと人間がそれ用の、他の植物と競争しなくてもよくって、良いような畑を用意してくれて、水もあげるし肥料もあげるしするので、個体数としては繁栄しているわけです。ですけども、まあ、もし人間が手を加えなくなったらば、まあ、たちまち多分絶滅するという意味では、人間と完全にもうカップルした状態になっていて、まあ、ああいった形で生きていくのも、繁栄には違いないので、あれが幸福であるというふうに見なしてよければ、カリフラワーもトウモロコシももう世界中にものすごい数に増えていて、禁煙種のどれよりも多分個体数は増えているわけですね。ということで、まあ、個体が増えることが繁栄だというのであれば、彼らはまあ人とつながりを作って、人の元で改良されたことによって、まあ、少なくとも繁栄はしているというものだと思います。はい。今あの植物にその人間の手が加わった場合とかっていうのがあったんですけど、例えばあの盆栽とかってすごい針金ですごくあの変形してたりとかして、あれ植物にとってどうなんだろうかとか思ったりとかもするんですが、あの植物学とか生物学の立場からその植物の幸福を考えるっていうことと、あとやっぱ人間のその文化的なその目線みたいなものっ
ってこうせめぎ合うところがあると思っていて、その例えばあの東大図書館の総合図書館の前のクスノキ の, あのケアについて、あれあのかなりなんていうんですか、その議論なされたところもあるっていうことをブログで読んだりとかしていて、ああいう時にそのあのクスノキっていうのがあの記念、その関東大震災の後にこう寄付された記念とかっていうそういう意味があったりとか、あのして、なんかその移転することにどうあのした方がいいのか良くないのかっていうのが、そこでなんかなんだろうな、その必ずしも自然科学の知識だけでは割り切れないところみたいのがあると思うんですが、その辺についてはいかがでしょう。はい、盆栽に関してはですね、ちょっと難しいですね。あの個体としては非常にケアされた状態でいるのは確かではありますが、盆栽という形で存在していたしている状態と、もしそれが、野生状態で、野生状態だったら普通は体重になるわけですね、あのもし環境が良ければ、その状態とどっちがその植物にとっての繁栄なのかっていうのは、ちょっと判断は難しいものじゃないかと思いますが、もし繁殖成功率っていうことでいうと、多分、自然界でいた時の方が多分結実は許されますね。もう松とかの場合は基本的に松の盆栽の場合は結実を許さないので、実物盆栽といってですね、カリンだとかボケだとかみたいな実を観賞する盆栽の場合は実を結実させることをしますけれども、小白類のような葉物とか枝物のものは基本的には松傘とかつけさせないので、結実を普通は許しません。ですから繁殖という意味では多分その個体が非常に丁寧にケアされた状態として、まあ幸せである可能性はありますが、繁殖には多分結びつかないっていう状態だと思います。ただ、園芸化されることによって人々の下で個体が増えていく状況はもちろんいろんな植物にあって、さっきの畑の植物以外にも、まあ、観葉植物もそうですね。私自身は熱帯の植物好きなんで、よく、ボルネオとかの調査に行ったりするんですけども、そういったところで、自然状態でいる植物を見た後で、日本に帰ってきたりするとまあ、ホテルのロビーだとか、結構、まあ、贅沢さを演出するようなところにかなり大きな観葉植物の鉢が植えてあったりすると、結構熱帯の植物が多いんですね。でああいうのを見ると現地でいた時の方が、植物にとって幸せなのか、人々のケアによってこんな遠くにまでやってきて、もういろんな各地に散らばるようになったのが、幸せなのかっていうのは、やっぱり難しいなという気がします。ただどっちにしてもですね、個体としてはもしかしたら幸せな状態を満喫しているものも多いかもしれませんが、割と人間の手の下で、干渉に用いられているものは意外と、繁殖の方には持ってかれないことが多くて、その意味ではどっちの基準で判断するかによっては見方が正反対に分かれちゃうかもしれませんねと思ってます。特に温室で育てる植物なんか見ると、いつもこんなところまで持ってこられてかわいそうにとやっぱりつい思ってしまうんですけども、植物の側がかわいそうだと自分で感じているか、幸せだと思っているかはやっぱりちょっとわからないですよね。はい、はい、ああはいメモリアルなものというものの位置づけを与えるのは人間側にとっては価値ですけども、それが植物にとって価値が付与されているということを享受できるかどうかっていうのは、まあケアにその反映された時だけでしょうと思うんですよね。だから今回のクスノキももしかすると、まあ、伐採という案もあったわけなので、あそこで一生おしまいっていう選択肢もあったんだけれども、せっかくの木としての位置づけっていうのがあったので伐採を免れたっていう意味では、文化的な、なんですかね、記号的な意味が与えられた時には、寿命が、人の手によって、延命が図られるっていうことはないわけではないのは確かではありますけども、それはまあ人間側の勝手
手ですよね、ある意味ね。塚原先生ありがとうございます。今回の授業で非常に新しい視点として面白いなと思ったのは、その感情移入の誤謬という問題がすでに何人かの人からもコメントありましたけども出てきたと思うんですね。で、動物に関してはこう人間との類比で擬人化っていうことが起きるのはすごく分かりやすいんですけど、植物っていうのは微妙にそれとも違うと。で、お話を聞いてて改めて植物が好きであるとか植物に対して感情を持つっていうのはどういうことなんだろうっていうのを改めてちょっと考えてみたくなったんですね。それでちょっとそれとつなげて言う、もう一つ付け加えると、皆さん多分ご存じないかもしれない、塚谷先生は結構文学関係 の、 ご著書が多くあって、それは文学作品に出てくる植物をに焦点を当てていろいろとエッセイを書かれている。で、残念ながら今あんまりインプリントのものがないんですよね。なのであんまり今そこの踏み入った話はできないんですが、それで塚谷先生がその文学作品について書かれたものと合わせて考えると、このある時期からの日本の作家に植物があんまり出てきていない、あるいは植物的教養みたいなものが失われたってことが確実に言えそうな気がします。で、ということは、なんかこう今の植物に興味を持つとか好きであるってどういうことだろうと合わせてそのことを考えると、何かがひょっとしたら出てくるのかな。だから単に自然はいいなとかそういうレベルの話ではなくて、何かこうさっき出てきた言葉で言うと絶対的な、何でしたっけね、絶対的な没交渉の関係っていう話もフレーズが出てきましたけども、そういう絶対的な没交渉の関係にある植物にあえて惹かれるっていうんでしょうかね、これはどういうことなんだろうっていうこと、もし何かお考えがあれば聞かせていただきたい。ちょっと難しいかもしれないんですけども、はい、今の作家が割と植物登場させないのは、一つにはですね、没交渉なものっていうのが使えないっていうことですよね。で、割と多くの作家が人間の心理の方っていうものに結構焦点を当てるものが人が増えてしまっている。で、そうすると心理とかぶせるようなことができないわけですね、植物の場合で。記号としては使えますけども、結構本当の人間の内面というものを描こうとする人が割と多くなっている中では、それにいきなり植物が出てきてもどう取り合わせもないということがあると。昔の人はその意味では逆にもうちょっと外側の、例えば地位だとか暮らしぶりだとか、その人の、所属している階層だとか、そういうのを示すための小道具として割とその地位とか環境に、ふさわしい植物っていうのを登場させて見せる。で、そこにある意味何かの意味をかぶせるっていうことが割とあったと思うんですけども、その意味では今はそういったところに焦点がいってなくて、まして身分とかなんとかっていうのは日本の社会の中では、別にメジャーなところではなくなってしまってるわけなので、そういったところはできなくなってしまった。例えばさっきサボテン、ちょっと途中で出てきましたけど、サボテン一時期日本の文学でも出てきますが、それはどういう記号としてかっていうと、サボテン育てるっていうのは日本にもともとないような植物を育てるような物好きな人間で、かつそんなものを育てるだけの経済力があって、しかもだけども、普通の人がそういう時にやるような洋蘭みたいな、一般受けするもんじゃなくてちょっとひねくれててみたいなことがサボテンだと出せるわけですけども、今だったらサボテン育ててますってもですね、誰でもありえそうなことになってしまって、そういった記号としては使えない、そういったところがあって、植物を登場させるっていうのを好んでやる人は少なくなってしまったんだろうと思うんですね。ただ、人間と植物だけが没交渉なのかっていうと、そうとは限らなくて、さっきの、途中の話で言ったように 他者の幸福っていうのが簡単には判断できないというのを突き詰めていけば、自分というところに行くんですけども、自分というところに行くちょっと手前のところで他人が幸福かどうかすらも本当は分からないってなると、実は植物と人間だけが没交渉なんじゃなくて、人と人も本当によく考えたら分かり合ってるようなつもりでいたりするけども、分かり合ってると言えますかっていうところに行くと思うんです。で、その意味ではですね、植物だけが特殊な生き物なんじゃなくて、
植物と人間の関係っていうのは、それがもし正常な状態だとすると、まあ、それが基準として考えたら、人と犬とか人と人の関係も今持ってるほどミューチュアルであるかどうかという保証はないかもしれないわけですよね。でそこのところを考える契機として植物っていうのを使ってもらえばいいかなというふうに、まあ、常々思っています。でその時に一番キーワードになるのが、さっき何回か出てきてもらった言葉として個体ですね。個体っていうのが、意味があるのかどうか。さっきの質疑応答の時に言いましたけど、人間はどうしても個人というものを重視する、個人の個性というのを重視するという文化のもとで生きているので、個人とかそういった個性というものを基準にものを考える癖がついてますけども、本当にそれが意味があるかどうかは生物全般で考えたら必ずしも自明ではないので、それに寄りかかった考えを放棄しても大丈夫ですか、それでも今考えている価値観通用しますかっていうのを、まあ、できたら、植物を、人間に置き換えて考えるっていうところの一つの目標として持ってもらえればなと思っています。もう一つはですね、自意識ですね。 自由意志と自意識、特に自由意志ですね。で人間はやっぱり思考能力があると思っているので、思考によっていろいろ自分で自分のことを決定していると思っていると思いますけども、先週 の社会心理学の時も出てきたと思いますが、後付けになっていることもある、行動が先でその後行動の後付けで心理が生じているということが実際にあると、人の心理学の方で言っているように、もしかしたら人間の自由意志と思っているものも、そういうものでしか過ぎないものが結構あるかもしれない。でその時に植物がどうやって生きてるかっていうと、植物の生き方を見ていくとすごく機械的に見えるかもしれませんが、非常にうまくいってるわけですね。でまるでうまく設計した生物かのように見えている。で逆に言うと、それでもこれだけうまくいっていて、まるで意思を持ってるかのように思える、擬人化した時に意思を持ってるかのように見えるんだったらば、実は人間を見た時に本物の人間の行動と思っているものも擬人化して見てるだけではないんですかというのを考えてみるきっかけになってもらえばと思うんです。でそのまあ一つの別のアプローチは最初の時にも紹介しましたけども、人間らしさっていうのは一体どこにあるのかってことですね。コンピューターにできることが人間らしさじゃないんだったら、結構今コンピューターいろんなことができてしまっているわけなので、人間らしさとして本当に突き詰めた時に残っていくとこが何なのかっていうのを、この場合はコンピューターと比べてるんですけど、植物と比べてって、植物にできることだったら人間らしさじゃないでしょうと考えると、本当に人間らしい幸せっていうのはどこにあるのかっていうのを、ちょっと植物の、自分を置き換えて、置き換え可能なんだったら人間らしい幸せじゃないかもしれないというようなことを考えてもらえばと思っています。その個の問題とかですごく面白いなと思ったんですけど、その人間が過剰に読み取ってその植物の幸福を勘違いしてしまうこととか、その人間は人間同士が理解できると思っていることとかって、その人間のコミュニケーション様式の方に規定されているんじゃないかってちょっと思って、で、まあ、なんかこうある程度その動きがこっちが動いたらあっちが同じように動くとか、何か言語でそれなりに相手の行動に影響を及ぼせるとか、緩やかなそのコミュニケーションというのが少なくともできるから、人間はまあ人間同士でコミュニケーションできると思ってるし、そういう世界の中に暮らしてるから、こう植物を見た時もなんか同じような態度でこう幸福を勝手に読み取ってしまうんだと思うんですけど、じゃあその共感みたいなところで考えた時に、植物は植物同士で共感みたいなものをパターンとして示すことはあるのかっていうのと、あと、まあ、例えば植物が花を咲かせるというのはある意味その媒介するような動物に対してのコミュニケーションの一様式だと思うんですけど、まあ、他にもこうそういう植物が何か外界に対してコミュニケーションをしていると見て取れるようなシグナルっていうのはあるのかみたいなところをちょっとお聞かせいただきたいなと。共感っていうのはちょっと今まで、気づいてませんでした。面白いと思うんですけども、共感というのでとっさに思いつく事例はちょっとないですね。警戒を周りに伝えるってことはしていて、自分が受けた被害を周りに伝えて、だから気をつけろっていうふうに読み取ることが可能なシグナルは出しています。
例えば虫に食われた時なんかには普段から植物は割と虫に食われにくいような苦味だとか毒成分って作ってる植物多いんですけども、何も虫に食われない時から作っていたら無駄なのでコストがかかってしょうがないので普段は最低レベルにしてるんですね。ですけどいざ何かにかじられるといきなりそのレベルを上げるんですが、上げるとともに自分がやられたっていうのを揮発性の成分で周りに伝えるので、それを受け取った周りの植物は自分もまだ食われてないんだけど食われた時と同じような反応をするっていう、共闘作業はします。ですけどもそれを共感というのかどうかは、かなり、無理そうな気がするので、まあ一方的なシグナル伝達とそれを受け取っての反応なので、多分これコンピューターにプログラムしてもできることだから、まあ、共感というのは強いレベルではないだろうと思いますね。で、動物とのコミュニケーションは確かに重要なんですが、割と片思いです。で、植物特にさっきも言ってきたように花粉を虫とか鳥とかに運んでもらって種を作ることが割と子孫を残すのに重要なキーになっていることが多いので、例えば花の色だとか形だとか模様だとかっていうのは、自分に訪れる虫等に対してのシグナルになっています。例えば今日持ってきたものであんまりいいのはないんですが、金魚草の花なんかはちょっと複雑な形をしてどこがどこだかよく分かんない構造をしていますが、これはこの花を見た時にここが入り口でここをこじ開ければ中に入れるってことが見抜けるような相手しか自分は相手にしてませんよっていう構造なんですね。で、見抜ける相手にはそれはまあ蜂の仲間で賢いやつしか見抜けないので蜂の仲間に来てもらって、でそういう賢いのは自分と同じ花を見分けることができるから自分の花粉を自分の同じ仲間のところに持ってってくれるだろうっていうようなやり方をしてるんですけども、割とそういった形なんか回りくどいコミュニケーションになっていて、ちょっとはしごであのどっかを外した途端に瓦解してしまうような結界往来でできているような仕組みが多くって、ですので植物と昆虫との関係はものすごく発達して進化を遂げてきていますが、ちょっとしたことで破綻するので、例えば環境の攪乱だとかちょっとしたそれこそ気温の変化ぐらいでどっちかの行動がちょっと変わっただけで途端に破綻します。で、途端に花粉がもらえなくなって絶滅するみたいなことが起きるので、実は植物と虫とは結果往来でなんとなく契約が結びついているだけでお互いを理解した状態になっていなくって、まあ金魚草プログラムで例えれば金魚草は金魚草で独自のプログラムで動いていて、虫は虫で独自のプログラムで動いていて、たまたまうまく合っているのでコミュニケーションしているんだけども、どっちかがプログラムがバージョンアップした途端に相手はそのことを知らないので、ついていけないってことが起きてしまうので、そういう意味ではコミュニケーションにはなっていない、一方的な、まあ依存になっているという状態ですね。ありがとうございました。はい、それではこれで終わり、今日は終わりたいと思います。まあ、今日は植物の世界に本当に目を向けるなんか第一歩だったかもしれないんだけれど、これからその各自もっと植物の方にこう目を向けていくことでまたこう翻ってその人間我々の社会のことをまた考えることができるんじゃないかなと今そんなふうに思います。今日は塚谷さんです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。